はい、本日はですね、レインボーサンダルの紹介をしたいなというふうに思います。で、そちらのレインボーサンダルが、こちらになります。こちら見ていただいた通り新品ではなくて、新品は去年の10月頃にハワイで新婚旅行行った時に購入して、まあ声出してるんですけど、こんな感じで購入して、それから、ちょくちょく履いてるので少しずつ足型がついてきてはいてるんですけど、まあどっちかというと革の変化よりも僕の変化の方が多少出てきてはいてるんですが、まあそこは気にせず進めていきたいなというふうに思います。でですね、これの まず、すごいところっていうのがですね、これ履けば履くほど、足に馴染んできて、なんかオーダーのサンダルを履いてるようなサンダルに育っていくっていうところが、まあ、このサンダルのすごいところで、まあ、それには要素っていうのがいろいろあって、例えば革を高級なやつを使ってるとか、あとこの、フィット感があったりとか、壊れないっていうのがあったり、で履いてて疲れないっていう、まあ、この4つの、まあ、特徴があるんですけども、まあ、それを1つずつお話していきたいなと思うんですが、まずですね、最初の本革っていうところなんですけど、本革っていうのがこの革のところがグレインレザーっていうレザーを使ってて、まあ、どんなレザーかっていうと、まあ、動物の皮膚って、まあ、例えば内臓から、表面に近づくにつれてこう何層もあると思うんですけど、そのうち比較的表面に近いような、革を使ってるので、ものすごい耐久性があって、でガンガン履けるっていう感じになってる高品質なレーザーを使ってるっていうのがまず一つ特徴です。なのでこれは結構多くサーファーの方が履いてあったりするんですけど、それこそまあ濡れた足とかでそのまま履いちゃっても、本来本革ならあんまりこう濡れた状態で扱うのって良くないとは思うんですけど、まあ、このレーザーに関しては結構耐久性があったりするので、まあ、僕もびちゃびちゃのまま履くことはあんまないんですけど、まあ、多少濡れてても気にせずこれは履いていっちゃうかなっていう感じです。で、その本革の生地感っていうのが結構マットな、柔らかい履き心地になってて、どっちかっていうとこう履いた瞬間にこうしっとりするような感じの、質感になってます。なので履いていてもこう足裏の部分とここのマットな、素材がこう履いててこう履き心地がいい感じなので、まあ、質感としてはとてもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、僕はですね、個人的にこれは履いた後、まあ、本革なので、外に置いて天日干しする感じで、まあ、こんな感じでベランダで、まあ、この皮膚を焼いてるっていうか日光浴させてるような感じで、火に当ててより耐久性を少しずつ上げていきたいなと思って、まあ、こんなことをこ、勝手にしてるという次第でございます。まあ、革なので経年変化っていうか、まあ、少しずつ自分の形になっていったりとか、自分の色合いが出てくるっていうのが、まあ、一つこれもいいところかなと思います。2つ目っていうのがフィット感になるんですけど、まあ、なんでフィット感があるんかっていうところになると、まあ、この、見てもらったらソールっていうのが層になってて、一番底のソールと中のソールとで上のソールとあと上のレザーっていう感じでこう層になってると思うんですけど、まあ、その中でもこの真ん中のソールの部分っていうのが履く人の足の形を覚えるって言われてるんですけど、これがですね、高密度の発泡素材っていう素材が使われてるので、履いて体重をかけてあげればかけてあげるほどどこに強く体重がかかってるかっていうのをこれが覚えて、少しずつ形が変わっていくので、より自分に合った形になってて、例えば僕とかであればこう足ってあれた時に、僕どっちかというと内側に力がかかるタイプなので、こうやって見てもらったらここのへこみが、かかとのところとかはどっちかというと内側の方がへこんでるっていう感じになってるっていうのが、まあ、わかるかなと思うんですけど、こういう一人一人の足の体重のかけ方とかっていうのをこの真ん中のスポンジが覚えていってくれて、少しずつ、形が変形していくっていう感じになるのが、まあ、フィット感が出る理由としてあります。なので、まあ、本革のサンダルって聞くと革がいいんでしょって思うと思うんですけど、そうじゃなくてこの中の高密度の発泡素材っていうのもこだわってるっていうところで、足に体重をかければかけるほど革が馴染むのもそうですが、この発泡素材も自分の足の形にきっちり合っていってくれるっていうところで、まあ、フィット感があるという形になります。で、3つ目はですね、これが履いてても壊れないっていうところになってるんですけど、まあ、そもそもこれがなんでできたんかっていうと、このレインボーサンダルっていうのは、まあ、カリフォルニアで1975年にできたブランドなんですけど、もともと作った人がサーファーで、カリフォルニアってまあサーフィンが有名な場所なんですけど、そのサーフィンが有名な場所で海をパッて見たらこの鼻緒が切れたりとか、まあ、ここが切れたりとかして壊れたサンダルっていうのがビーチにそこら中に捨てられてるのを見て、まあ、これどうにかできひんかなっていうので、壊れないサンダルを作れば捨てないんじゃないかっていうところが始まって、まあ、より壊れないような設計になってて、10年履けるサンダルを作ろうっていうのが始まりなんですけど、
じゃあどういうこだわりがそこにあるのかっていうと、このソールがさっき言ったみたいに何層かになってるんですけど、この何層かになってるソールっていうのを、引っ付ける接着剤っていうのはこれ特許取ってて、このレインボーサンダルでしか使われへん接着剤を利用して外れないような特許を取ってるという形になります。なのでここが剥がれるっていう故障っていうのはまあほとんどないと思いますし、僕もネットで調べても1個も見たことなかったんで、まあ、それはないんじゃないかなと思います。他の強度っていうのが、まずこの糸、ステッチの糸っていうのが、そもそもまずナイロンの糸を使われてて、コットンの糸じゃなくてナイロンの糸で強度がもともとあるっていうところ、プラス、この先っちょのこのバッテンのところっていうのが、ここがあると思うんですけど、これっていうのが、パラシュートとかでも使われるような製法で、縫われてるっていうところになってるので、パラシュートってもちろんちぎれたら命がなくなっちゃうと思うんですけど、それが強度のあるところで使われている製法を丸々こっちでも使ってるっていうところで、まず鼻緒のここが取れたりすることはまあないっていう形になってます。なのでまあ普通ってこう物って使えば使うだけ劣化していくっていうイメージなんですけど、そういう部分で劣化しないようになってるっていうところが、まあ、まず壊れないサンダルってよく言われるんですけど、まあ、鼻緒のところが壊れないって言うとここが抜けたりするのって10年ぐらい履いてれば例としてはあるらしいんですけど、まあ、それでも本当にこういう色から真っ黒になるまで履いてても鼻緒が取れてない人って結構いてはったりするので、本当に頑丈なサンダルかなと思います。なのでまあその辺で例えば貼り合わせただけのサンダルと比べると圧倒的に強度は違うので、まあ、壊れないっていうのはとてもすごいんじゃないかなと思います。そして4つ目はなんですけども、まあ、クッション性があるっていうところで、まあどんな感覚かっていうと、僕のイメージとしてはサンダルって結構足が疲れるっていうイメージがあったんですけど、まあ、これに関しては本当になくて、まあ、僕は特にこのダブルレイヤーっていう二重層になってるソールを履いてるっていうのもそうなんですけど、まあ、シングルレイヤーってもう一個、薄いやつがあるんですけど、このダブルレイヤーであれば、まあ、クッション性に関してはほとんどスニーカーと変わらないかなっていうぐらいのクッション性になってるので、履いてて疲れなくて、まあそのもちろん二重になってるのっていうのプラスアルファ、ここのアーチって呼ばれるのがあるんですけど、このアーチって呼ばれるこの土踏まずのこのラインっていうのが一つ一つ手作業で作られてて、まあ、機械で量産してるんじゃなくて人間の形により合ったような形で一つ一つ手作業で作られてるので、よりここのフィット感があるので、まあ、足が疲れにくいっていう形になってたりします。まあ、そういう部分ではまあ計算されたアーチの角度が出されてるっていうところで、まあ、疲れないっていう仕様になってます。というですね、まあ、以上4つ本革であってフィット感があってで壊れなくてで疲れないっていうこの4つがまあ特徴で、履けば履くだけ自分に合った形に変化していってくれるっていうのが本当にこのサンダルの一番の特徴かなと思うので、本当にそういう部分では一つのものを大事に使いたい方とかはいいんじゃないかなと思います。ただ値段がですね 12,960円っていう形になってまして、もともとこれがアメリカメイドイン USA のものなので、まあ、アメリカで買えばもう少し安くて、僕はハワイで60ドルぐらいで買ってるので、まあ、およそちょっと為替の計算とかもちょっと微妙に違うんですけど、まあ、大体3割引きぐらいでは買えるんじゃないかなと、まあ、もしかしたら3割4割引きぐらいでは買えるんじゃないかなというふうには思います。なので値段は少し高いんですけど、まあ、一足を大事にしたい方とかは、まあ、こういうのがおすすめなんじゃないかなと思います。ただ一つ欠点があるとすれば、これはですね靴擦れが起きるっていうところになるんですけど、このあくまで1年2年スパンで履くっていうものではなくて10年とかっていうスパンで履くようなものなので、最初履き慣れるまでっていうのは靴擦れがよくあるらしくて、まあ、僕はなかったんですけど、この鼻緒のところの靴擦れ、足こう指を入れるところで靴擦れがあったりとかするらしかったり、まあ、もちろんこのここで靴擦れがあったりするらしいんですけど、まあ、僕はほとんどなぜか知らないですけど靴擦れは起きずに、今はガンガン履いてるっていう感じになるので、まあ、もちろん職人さんがハンドメイドで作ってるので一つ一つ若干の個体差はあると思うので、僕も違うサンダル履いたら靴擦れするかもしれないんですけど、たまたまこれは靴擦れなく今のところずっと履けてるっていう感じになってます。そしてカラーがですね、こちらがシェアブラウンっていう一番明るい色で、で次に定番のブラックとか、あとまあダークブラウン、それよりもうちょっと暗いエスプレッソっていう色があって、この4色が一応このダブルレイヤーではあるっていう感じになってて、ブラウンとかあとまあブラックとかっていうのも、もちろん経年変化はしますし、履いていけば履いていくだけ自分の味が出ていくのでいいですし、さらにどんな肌の色でも合うし、どんなスタイルでも合いやすいので、まあ、無難にブラックとか、ブラウンとかは長いパンツでもハーフパンツでも何でも合わせれるので、結構ファッションは選ばなく使えるんじゃないかなと思います。で、最後にサイズ感なんですけど、サイズ感っていうのがサイズがですね20何センチとかインチではなくて SML っていう形で出て、僕は28センチで L サイズジャストっていう感じで、で僕は友達にもハワイのお土産で買ってて 26.5 センチの友達には M サイズ
をジャストって言って貼って、まあなので最大限 L サイズやったら28センチまでのシアター入るし、 M サイズやったら最大が 26.5 っていう感じなので、まあ27センチの方とかやったらもう L サイズに上げてもらった方がいいと思うんですけど、まあ、それ以上大きいサイズのやったらちょっと僕あるのかわからないんですけど、大体サイズ感というのはまあそんな感じかなと思います。ではですね、一回着用動画見てもらいたいなと思います。こちらです。There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you. という感じですね、まあ、こちらの色味なのでどうしてもこう夏っぽいイメージになるので、あんまり長ズボンとは相性良くなくて、まあ、ハーフパンツがメインになってくるっていう感じにはなるんですけど、ではですね、本日はレインボーサンダルの紹介をしてみたという動画になります。以上ありがとうございました。